どうもジェラードンでーす。よいしょ。さあ日曜日はですね、ちょっとトークしていこうと思いまして、うん、今日初めて、うん、ね、なかなか僕らがトークしてる姿は多分見てる方あんまねいないから。そうね、うん、YouTube もコントとかが多いからさ、うんうん、まあ、いいじゃんこういうのもやっていけば、うん、今年はだから素の部分をね、うん、いいこと言うね。ジェラードン A、 A、 君はもういやもうトークしようって言ってんのジェラードン B、 B、 ジェラードン X、 X、 C じゃねえ俺は X、 なんか A 嬉しいわなんか A はい、まあ、トークしていこうということで、うんうん、どんな感じがいいんかな。いやだからもう緩くていいと思う本当に。そんなキメキメじゃなくて、もう海のがそんな声張ってんのももうちょっと違和感だもん。え？もうそのもっといつものさ、うん、のぶとい声でいいと思うよ。のぶとくねえだろどこかい全然。確かにでも緩い時の海のってそんな喋り方と動き方じゃない。ダマとかも言わない。言わない。物取る時とかも、うん、マジでもう本当にこれぐらいゆっくりです。じゃそんなことない。いや本当に本当に本当にこのマジで本当にこれぐらいゆっくり。海の本当自分が思ってるより動き遅いよ、うん、本当。髪の毛見る時もだって鏡見る時とか、うん、こんぐらいじゃない。そうそう髪の水分こうやってこんな感じで。いややってないだろそんな。いややってるやってるやってる。いや二人にしか言われたことない。だから俺らがってそれを外に出さないようにしよう。そうそうそう。その感じをどういうこと。で海の方が気づかないうちに、うん、俺こう遅く動いてる時は俺をスッてこう手でいややられたことないそんなの早くそしたら俺うんってなるでしょ。いやだから周りがだからそうそう。いや普通じゃんもう。よそらも意識して意識してるから本当に意識してないと、うん、めちゃめちゃ美味しい。いや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 、その時言ってマジでじゃあ押せとか言ってるから結構毎回言ってるから。いやそのリアルタイムに言ってね。この前もだってタクシー降りる時もめっちゃ遅かったじゃんだって何いやだからどこのタクシー。北海道。あ北海道北海道降りる時めちゃくちゃ遅かったな。一人だけこういう感じのスピードだっただから着いたら俺行っちゃったじゃんね。だってうんおっさえっつって覚えてない。覚えてない。あ、ほんとで、今日もパチンコのさ収録あって朝3人でタクシー乗って、うん、海野が運転手さんの後ろ乗っててさ俺ら2人先に降りたけど、うん、海野遅すぎてドア閉められたもんバン運転手さん気づいてなかったもん。いまーすって言ったはぁもう出たと思ってたからね多分自分が気づいてない特徴だよ。あ、嘘。うん、恥ずいんだよなそういうの言われると。いや、ほんと遅い、うん、あとはもうギターはどうなのよ。ギターはその最近買ってやってるけど、うん、もう結構経つでしょ買って何ヶ月か。2ヶ月か3ヶ月2ヶ月3ヶ月。そのミスチルのさ、うん、花を弾くって言って、うん、で最初のねなんかジャーンジャーンっていうとこしか未だに聞いたことない。確かに、うん、2ヶ月間であれをいろんなところで俺も聞いてる感じがする。そうそう。ただそこだけはめちゃめちゃ上手くなってるっていうのは分かるのよ、うん、その後には進んでんの。その後は朝か午前中何もなかったらなる家でやってる。苦情来ないように。苦情来たから家でできないの。そのアコギだと音鳴っちゃうからめっちゃ。だから安田君もなんか海野と同じタイミングで始めたんだよね。コマンダントね安田君ね。そうめちゃめちゃうまかった。でもこの間そのライブでね急遽やったじゃん。あ大宮でやったね、うんうん、だから人前でやったことがめちゃくちゃ経験になった。もう弾いて、ね、あじゃあ今だいぶこうできるようになったってこと。その関門の F っていうのがあるんだけど、うん、みんなそこでやめてくみたいな。それがやっと抑えれるようになった。なるほどね。あじゃあもう来年ぐらいには、うん、俺たちも営業で鉄友さんみたいな。いやいやいやそんなガンガンにはいけないよ。友さんいけない。いやいけないいけない。あいやその夢見てんだよね。確かにやっぱギター買ったってことはもう、うん、もう俺が奏でて2人が動くというかなんかね、まあ、歌ってもいいし。そうそう俺がギター借りてあのギターマンダーのデューリーできるしもそれで海の何すんの、うん、俺もだけどそうですデューリーそれいいけど全然その俺ら吐けるよじゃジェラードンで出てってデューリーやられてるからあんま意味わかんないよ。
まあ、ギターはもうそのうち、いやでもいいと思うよ、ギター、うん、趣味を持つってことは。いやいいよ、ゲームしかやってなかったから。いやもう全然ギターでもいいと思う、うん、そういうのをやってた方がいい。夜すぎない大丈夫かな。いや全然いいと思う、マジで、うん、全然いいと思う。こういうのはやっぱ見せてた方がいいのよ。あ、嘘、絶対そう。やっぱ海のはもういつもキメキメで突っ込んでるし、うん、で西本もほんとずっとこう、うん、やっぱキャラ入ってふざけるし、うん、やっぱこういう素の部分をこう見せてた方がいい、うん、俺たち。いや若道もう素っぽくない。いや俺めっちゃ素じゃん今。あ、嘘。あー、トークライブの時とかこんな感じよ、そのトーンで喋ってる。あ、なんか声とか張らずに。張らない、もうこの素の状態見てほしいってこと で、うん、でドーム、吉本無限大ドーム2ってとこ、うんうん、はいはいはい、空調がすごい音じゃん、ホ、うん、ーっていう、うん、もう後ろの席とか本当にもう地声で喋ったら、うん、もうほん相当声張んないと聞こえないぐらいの、うん、だからもう小さい声で喋れるようにもうマイク使い始めた、うん、あ、ドーム2で、ドーム2で、ああ本当にこんな感じで喋るようにして。おお、そうそうそう、もうで、それは俺も言っていいの、そのえ、ちょっと動物は俺も行っていい。上地が一人でやってんだから俺のトークライブの時も、うん、そうそうそう。いやもう全然いいよ。あ、いいんだ。え、その見に来るってこと。うん、まあうん、で出るってこと。そうそうそう。いやもう全然いいよ。だからもう一々のトークだから本当に。いやその、うん、マジで西本がいいなら俺は全然いいんだよ本当に、うん、あ、じゃあそのうちゲスト、ゲスト毎回一人呼んでるから、うん、あ、マジで全然その海のと呼ぶ会とか西本呼ぶ会あってもいいと思うし、うん、あー、じゃあ行くよ。じゃあ次俺でスペシャル。いや早く、まだだってちょっと早いよ、やり始めたばっかだろ、うん、次3回目やだってそこでも相方、3回目、相方だってでしょ、まだ3回目よ。ああ、逆に俺が打って、うん、1回目のゲスト上地なんでだよ、なんでだよ、ゲラのでいいじゃん俺も行くよ、そうなったら。海のは我慢して、で、2回目のゲストってこと。それ2回目のゲスト、それ2回目の、それで最終回。そう、それが最終回、最終回。そうそうそう、個別でやっていくと、個別で。まあ、おもろそうだけど。いや、全然いいと思うよ。だって、いちいちで喋ったことないじゃん。どういうこと？いちいちで喋ったことないじゃん、俺と海野って。いつも俺の目を避けようとするじゃん。いやいや、俺が絡もうとしたら。いやいや、お前、だいぶ優しいと思ってよ。いやいやいや、その、だから、この、例えばさ、俺がこの、エレベーターとかでさ、この鼻こすりとかしたりするじゃん、その。いや、それ嫌だな、いかずらじゃん。それは避けるよ。なんか、鼻こすりは。俺のギリギリの嫌な距離感でなんかずっとこう、いや、そうそうそうあったわ、そう、昔なのね、うん、まあ突っ込んだりしてもノーリアクションでどっか行くからもう二度とリアクションしねえぞと思っちゃうけど、だそこをしてほしい。だから頑張ってる、やってるよやめろそれ。あ、めちゃくちゃいいね。何がねいやそれをね、上地がもう真顔で見てるっていうパターンがね。だからまあそう、あ、昔はでも上地もやってたよ、そう、分散させてたのは。そうそうそう、だから昔なんかで山手線かなんか満員電車の時にもう西本さ顔がこのぐらいでさ、うん、さなんか俺の鼻噛もうとしてきてさでも俺は、まあ、リアクション薄いから、うん、おいっていう感じだったけど、うん、ここにいたおじさんもおおで今特にやっちゃダメよ、今の見た目で。そのじゃれ合いは外で上地と西本の。あー確かにね、本当にやべえと思われる、本当に解き放たれたって言ったら、いや、解き放たれる変な二人っていう、本当にどこから解き放たれたんだ変な二人ってなっちゃうから。だから最近は相撲もしないようにしてるじゃん。ん、相撲。あ、相撲ね。あ、相撲ね、相撲ね、相撲もやらないし、うん、壁追いやりもやってないでしょ、壁追いやり。まあ、その知らない方はね、あれだけど、ただ単に俺のこと壁に追いやるってだけ。そうそうそう何それってそうだな。そうだよ、だからそれをやりすぎてやっぱそのね、やっぱりもういいよって なってる瞬間を俺だけに分か、俺だけが分かるリアクションがあるのよ、うん、あ、もうちょっと嫌がってる感じの。それはだから俺はそれ回数をやらしてる俺、うん、だじゃあその俺はあの嫌がってるって思ったらやめてほしいんだよ。だから俺最近そのここ1、2年でそれを気づく能力を身につけたの。うん、あ、今この人嫌がってるから、うん、これ以上やったら嫌われるっていうのを。いやいやで基本嫌だよ、そのこすりつけとかさ、うん、え、それ俺できなくなったら何してったらいいの。他にあるだろ普通に話しかけてこいよいやいや、その話しかけるのが苦手だからさ、やっぱり。そんなことできる同級生だ
昔の話とかし昔の話とかじゃあすればいいってこと。ちょちょいや なんで今話すこともいっぱいあるだろうね。いやでも俺は普通に話しかけることもあんのよ、うん、あのなんかね結構そういう話しかけたりもするんだけど、うん、本当に結構海のってテンションが低い方じゃん。まあまあそうね、うん、そう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 。だからその話しかけても俺はここでこのなんかその乗り気な感じで来てほしい時も結構ロートーンで来るから、うん、その本当にテンション高めに返してもらいたい時は、うん、鼻こすりつけとかで、うん、そうだから大きめのリアクションを引き出して。えそのじゃあ普通の質問してきて俺がどんぐらいだったらいいとか、うん、今のこのトーンぐらい、うん、それ最高よ。そんなに俺だろ、まあ、毎日もう仕事行くの楽しくなっちゃうもうそんなあ今日も海のいるんだ。あそれを心がけるわ。じゃあありがとう。えあ分かったぐらいのやつがダメってこと、うん、いやあのうん分かったもないのその、うん、確かにね、そのもうほぼ無視で、うん、3回目ぐらい同じこと言った時にそうだねってやったことをなんていうのその返してくれることが、うん、そう多々あるからだから鼻こすりつけとかやってるんですよ。鼻こすりつけは嫌だからな、まあ、かまってほしいってことね。だからもっとこうあとエレベーターキスとかっていうなんだよそれ。あの首元にキスとかする、うん、そんないやそれそれをさ、うん、一番後ろから やられたらさ誰も見てないから俺が変なやつになるのよ。あれわかる、わかるよ。で前の人が振り返って俺が叫んでるからさそうそうそう。それを楽しむ。その時はお前フォローしてよ。分かった。だからそれエレベーター系では何もやらない。うん、で開けた場所でやる。だから開けた場所がこういう密室の自分たちが知らない人しかいない状況とかで、うん、そうそうそうやるやる、うんうん、全然それはいいんだけどさ。いいよ逆に言ってくれていいし。その何をこそこのそここの感じのやめてっていうのを言ってくれて、うん、いやだからそのエレベーターキス鼻こすりつけ、うん、鼻こすりつけもダメなの。嫌だろお前お前お前いやいや油めっちゃあるじゃん顔面に、うん、だからそのそれをここで拭かれてるのと一緒だから。ああなるほどね、うん、でもこれぐらいこのじゃあこれも嫌だ。この寸止めヒリヒリさせるやつ。ああいや何寸止めヒリヒリさせるやつ。こういう歩いててあのわざとさ手がこう、うん、繋いじゃうみたいなやつも、うん、もあるね、うん、それも後ろでやられるから嫌なんです。確かに街中で急に手繋ぎ出すことあるもん、ね、それをなやめてほしいわ。いや俺どうやって接してたらいいの相方に。いやでもいいねやっぱこのトーク、うん、やっぱこういう場がないとね、うん、こんなことも言えないから。確かに、うん、そんなそんないやいや本当にいやでもめっめっちゃいいと思う。俺今めっちゃいいと思ってるの。そのなんていうの俺って結構誰も見てるか分かんないけど俺結構話しかける話しかけたいのよ。でもやっぱりそのドライな空気流れる時あるじゃん、うん、だ今すごい楽しいもんだからそのめっちゃ全力で返してくれるから、うん、普段からね、うん、そうそうだからこれまたライブだとまた違うじゃん、うん、もう3人ともスイッチ入っちゃってるからさ、うんうん、だからこのオフの状態でこう今言いたいこと言えたってこといい、うん、いい企画だよこれ。いいいいまだ言いたいことあるけど取っとこうと思って。そう取っとこう、うん、これはまだ取っとこう。もうこれじゃあもう恒例にしようか。いやいいと思う本当に、うん、うん、いいねなんか今みたいなこともね言えたらいいし。そうそうそうで普通にね、うん、なんたわいもないこういうことがあったんですよとかでも、うん、本当その面白いとかじゃなくてただもうこういうことがあったっていう近況報告とかでもいいし、そうね、うん、その週の出来事とかでもいいかもね。もう話せたらいいんじゃない今週、ね、何があったとかでいいの、うんうん、じゃあ緩くやっていこう。やっていこう、うん、オッケー。ぜひぜひまた見てください。はい、また来週だ。やめろあいいねえなんか来た。え、うわ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 、ジェラードチャンネルだ、押し通る。なんだあいつ。